よく寝る子供だった。そこへ持ってきて人の言うことを聞かない上、舌が熱くて喋れない。激しい波が岩にぶつかる様を見て感激した。自然は巨大で爽やかだ。デューク、歩きながら私は涙が止まらなかった。21にもなった女が病銀座にゆっくりと夜が始まった。これから聞いていただくお話は、お母さんの16、7歳の頃の思いは遥か遠くなり、黒い帯にこぼれ種から咲いたすがれの菜の花がひっそりと残っていった。キツネ、月夜に7人の子供が歩いておりました。大きい子供も小さい子供も混じって、文禄ちゃんが跳ね飛ばした小さい枕を拾って頭の下にあてがってやりました。黒川主作、旗織桜。恋の町のお屋敷に見事な凶木があって、よく生き、私は振り向けないままで音に耳を傾けている。バーバのかき氷、小川糸。花ちゃんとじゃない、もっともっと複雑に絡み合うような味だ。やっぱりバーバは今この瞬間も甘く発酵し続けているのだ。夏の少し前、職員室を出ると陽子はくるりと後ろに向き直り、お辞儀をして戸を閉めた。そのまま廊下を走って階段を降り、突き当たりの教室、母、祖母の母も、その子もか。陽子は小さくつぶやいて、夕方の日差しに目を細めた。鶴の上、林芙美子。昔飢饉の続いた年がになっていいのにね、と申しました。鶴のお父さんは一服タバコを吸いながら足の、じゃあこの絵を描いた人は死んでいるのですか。死んでいるのです。もっとも生きているうちから死んだようなものでしたが、私の好奇心はいつか私の不快な感情より強くなっていた。どうしてこの絵描きはよほど前から気が違っていたのです。この絵を描いた時もですか。もちろんです。ような旋律を感じて、見たびこの憂鬱な油絵を覗いてみた。そこには薄暗い空と水との間に濡れた黄土の色をした足が、ポプラーが、イチジクが、自然それ自身を見るような凄まじい勢いで生きている傑作です。